おっと、ゆっくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ言うてカッコつけてたのにな。謝った方がいいのか？ええねん。その代わり今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんはしばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい、そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤虎持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたらその分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな、あそこは知る人ぞ知るビップたちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤虎持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？早うキャッスル行きたいやろ。足元見やがって。わかったなら、さっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや、ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、3食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ？もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前やん。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか。ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒を見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりにようで。なあ、
ええやろうちゃん。屋根壁のあるぬくい家ん中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。あれ方は今騙されと思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くそが、ええ加減にせえよ。こら、何遍同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこれ、おっさん。お前らが囲い屋が、ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はねえ。さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したら。ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは近江の極道も質が落ちたな。ホームレスもなけなしの金まで狙って、どんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。よ、四つ狙会館、小区町西にある、あそこの2階や。わかった。じゃあしばらく寝てろ。もう、おきに、おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら近江連合を言うてたで。あんた大丈夫なのか。この町に長居する気はないんだな。あんたは。え、もし頼るあてがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなのか。あ、おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとら。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋、外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。
しとんねや、我れ。長いこと換気もされてね。どれ、ずいぶん勝手な真似するやんけ。かっ、なんなんや、あんた。随分かき集めたもんだ。こんなことしてただで済まんぞ。わしらは組の人間や、大見連合やぞ、こら。そのコッパだろ、よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。大見連合だったらなんだ、上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けない。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前だったぜ。あんた何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。素晴らしいで、上流エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらのお悲鳴聞こえてたで。なんやこの雨。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかましい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。はあ、悪いに決まっとるやろが。都合のええこと抜かしよってこの三下、こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か？いややな、うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でもやとか情報やとかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ？それはまあ
もうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。で、さらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内するな。やっとだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事を？うちは仕事を来るもの拒まずの何でもややねん。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわしてゼーハーすんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくんだ。そうなん？だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええー、ってええー、って。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまおおきに。頼むわ。んおい、頼むわ。いらっしゃいませ。ああ。いらっしゃいませ。はじめまして、あゆです。今日はご指名いただきありがとうございます。一緒に楽しみましょうね。お手並み拝見だな。わあ、なんか勝負っぽいですね。じゃあ今日は私のお手並みをご覧いただきますよ。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。私、健康とか気を使う方なので、休日は楽な格好してることが多いですかね。
ブルマに上履きとかか。そんな格好で出歩いてたら変態ですよ。確かに健康的かもしれないけど。最近寒くなってきましたよね。ここに来るまでも寒くなかったですか？凍えそうだ。俺を温めてくれ。そんなに寒かったですか？直接温めることはできないんで、お湯割り作りますね。温まってください。ありがとうございます。また来てくださいね。上流。あのね、ん？よろしゅう頼んますわ。あの、ああ、ん？ええ、ああ。赤面、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？あの船、かなりでかいな。ただ、なんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、
海外の使い古しを二足三毛で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会、昔から近江の汚れ仕事を専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前、遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねえってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあもっとムチを入れて。いいの？じゃあ行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。わかってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。でさらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋妖精金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから戦士の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは貴人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか。渡瀬組？持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。でなんと今夜は奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前なんでもっと早くそれを言わなかった？だって上流赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はいやいやってこねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。なるほど、そういうことか。なあ上流、もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガテンが言ったとこだ。するのは俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。ようわからんけどうちに怒ってないんやったらオッケー。でどこに行けば闘技場に出られる？
闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐ分かるわ。ん？なんだよ、お前はここまでか。キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんから、ちょっとだけ見物しに行かせて、後で合流するな。ええやろ。ふん、分かった、好きにしろ。そうないすねた声出さんでもええやん。ほなまたな、上流一人で受付済ますんやで。